ゃあ行きましょう。おお、オッケーオッケー、あるよ。引退試合をしてもらったチームなのでね、こう恩返しをしたいっていう思いもありますし、まあ、見ての通り素晴らしいグラウンドもありますし、地域が応援してくれてますから、この地域とともにこう日本一を目指す、そのパワーを感じたので、この度、藤枝真由の監督になりました須藤大輔と申します。よろしくお願いいたします。今年の目標である J2 昇格っていうのはね、まだまだ可能性あると思います。選手とともに、その目標に向かって一日一日の練習を大事にしながら、見ているサポーター、そして全ての、藤枝真由に関わる全ての人とともに、熱く心を震わせるようなサッカーをしてまいりたいと思いますので、応援よろしくお願いします。